多摩川を挟み対峙する2つのクラブ、青赤の FC 東京と青黒の川崎フロンターレ。 J2 時代から死闘を繰り広げてきた両クラブの対戦、それが多摩川クラシコ。やっぱり僕は両チームで経験してますけど、絶対負けたくない。サポーター同士のこの応援っていうのはめちゃくちゃ力になっていて、気持ちは高ぶってましたね。これまで多摩川クラシコが紡いできた数々のドラマ。2006年東京の歴史的大逆転。スタジアムの雰囲気が最高潮に達してて、あの雰囲気はもう忘れられないですね。翌年川崎の圧倒的勝利。点を入れていくたびにこうホームが静かになっていくっていう、アウェーとしてはたまらない、ちょっと驚きましたよね。直近の対戦は昨年の最終節、逆転優勝のかかる川崎。ホーム最終戦で負けられない東京。軍配は川崎に上がるも優勝は逃し、両チームとも悔しい結果に。やっぱ絶対負けたくないっていう気持ちでいましたし、まあ、悔しい思いっていうのはすごい感じてます。勝たないと優勝できないのは分かってたので、緊張感はあったと思いますけど、はい。41回目の多摩川クラシコ、決戦の舞台は東京のホーム国立。首都東京を背負うクラブ FC 東京、まあ、今年はより一層強い気持ちを持って自分たちは戦いたいと思います。勝利に導けたらなって思います。魂をね、見せてプレーして勝ちたいなと思ってます。首都の夜空に勝利の凱歌、眠らない街を響かせる。川を越えて攻め込むは川崎フロンターレ。クラシコっていう名前がついてる以上、絶対に勝たなきゃいけない。点を取って今年も勝ちたいなと思います。国立競技場っていうのは、まあ、自分の中では本当に特別な思いがあります。目指すは王座奪還、国立で歌えるか、歓喜のバラジフロンターレ。これ以上の相手はいないかなと思います。サポーターと共に絶対に勝ちたいと思います。あの舞台でやりたいなっていう気持ちはすごくありました。打ち合いになるのか。Quero fazer gol para ajudar minha equipe, mas com certeza a vitória é mais importante. 自分はゴールを決めることだと思ってるので、いい準備をしたいなと思います。守り抜くのか。My best to stop every shoot. クラシコへ대해서는정말전쟁이라고생각하고。J リーグ30周年の多摩川クラシコ、今年はどんなドラマが生まれるのか。サッカーはエンターテインメントだと思ってますので、あとはサッカーの本質のところ、そこも、見てもらえればというふうに思ってます。Va a ser una gran fiesta del fútbol japonés. Te esperamos. 多摩川を挟んだ2チームの、東京が勝ちます。熱いぶつかり合い、川崎が勝ちます。いざ決戦。